こんばんは、リオと申します。趣味でバイオリンを弾いているものです。未経験者の大人がゼロから始めて1万時間バイオリンを練習したら、どこまで上達できるか実験をしています。ここでは普段他の SNS 等ではなかなか触れられない話題についてこっそりとおしゃべりしております。人からよく眠くなる声だねって言われるので、睡眠用の BGM としてお使いいただけますと幸いです。今月ですね、私は今年最後のにやり残したこととして、 1>, 1ヶ月で110時間練習するという目標を立てて今もまあ頑張ってるわけですが今日は2021年の12月の 8, 8日でございます、えー、今月の練習時間なんですが昨日時点で21時間30分でしたでまあ残り89時間ほどありまして、えー、1日平均3.7時間ぐらいかな頑張ればまあなんとか今年は目標クリアという感じなんですが 結構きついっすね未だに <laughs> 昨日は結構頑張れて4時間ぐらい練習をできたんですけどまあ依然として毎日結構頑張らないと達成できないという状況が続いておりますまだねあの一応県内にちゃんと言うのでしっかり頑張りたいと思いますツイッターでその辺の模様は逐一報告しておりますのでそちらもご覧いただければと思います本日もよろしくお願いします今回のテーマは「キーストーンハビット」 これではテーマでおお話をしたいと思っておりますもしかしたらちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですが最初にこの言葉の意味を軽く触れてで具体的に私が何をやってるかっていう話をしたいと思いますキンストン・ハビットって簡単に言ってしまうと何だろうな他の習慣をこう誘発する習慣っていう感じですかね 他の習慣を,を習慣化しやすくするための習慣基礎になる習慣みたいなもののことをキーハビトって言ったりするみたいですこれ多分造語なんでなんかこう学術的とかそういった意味の言葉ではなくてまあ呼び名としてそういう風に呼ばれてるっていう言葉だと思ってます。と例があると分かりやすいと思うんで例なんですけどあのこれ実際にあった話らしいんですけどもう結構生活がこう荒れちゃった女性がいますとなんかもう太っちゃってで もう酒を浴びるように飲んでタバコ吸ってみたいなでも仕事も続かなくなっちゃって離婚しちゃってこう生活がこう,もうぐちゃぐちゃになっちゃったっていう人がいたそうなんですね女性でアメリカ人の話だったと思うんですけどで、えー、まあこれ飼えなきゃと思って犬飼ったらしいんですよ犬で犬飼っていうことが他のなんだろの生活全般を改善していくっていうお話なんですけど犬飼うと、まあ、あの室内犬じゃなくて散歩が必要な犬飼ったらしいんですけど 朝になると起こしてくるわけですよ。わわわんってって、起きろって言って <laughs>。で、ああ、もう騒いでるなって言って朝起きるじゃないですか。そうすると、まあ、早起き、もう自然としなくちゃいけなくなると。で、朝起きたら何かって、散歩連れだけって言うわけじゃないですか、犬って <laughs>。で、朝早起きして、運動するという習慣がつきましたと。で、犬って、 まああの生き物なんでほっといたらね死んじゃうんで餌あげなくちゃいけないじゃないですかで餌あげるためには当然お金が必要ですよねでも犬の餌代稼がなくちゃいけないって言って仕事も頑張るようになったとで仕事ねちょっと嫌なことがあってやめるって前ならできてたんですけど今やめちゃうと餌,餌代がもらえなくなっちゃって犬を育てられなくなっちゃうんでもう多少嫌なことがあってもいやでも家には犬が待ってるんだって思って頑張ったそうなんですよそうやってこの犬を飼ったっていう一つの何だろうな きっかけそれから朝早く起きて運動して仕事をしっかりしてまあ運動しっかりすると当然痩せますよねっていう感じでこういろんなことが良くなっていくっていう習慣の基礎みたいなものこんなのがキーストン・ハビトっていう言葉だそうですでですよ私の話に入りますが私のこれ完全に私の主観というか私の個人的な考えなんですけどこうバイオリンを上達するために私が必要だって思っている要素はまあ何だろうな 上手くなる習慣に自分を置いて、あとはもうそれを継続するっていうなんだろうな、ある意味こう自動的に上手くなっていくっていう考え方なんですね。なんかこう短期集中的に頑張ってどうこうってものではないと思ってるんですよ。私の中では。そうだな。例えば今プロで活躍されているような演奏者の方々ってなんでそうなれたかっていうと、まあ、ちっちゃい頃からそういう習慣にいられて、でそこから抜け出すきっかけがなかったと。まあ、それがとにかく続いたと。 いうう結果今の演奏力を手に入れたと思うんですね一番最初のきっかけははっきり言って本人ではない可能性が高いと思ってます。あのまあ多い,多いですけどそういう例って、まあ、そのご本人のお父さんとかお母さんとかが、えー、楽器をやるとかプロの演奏家とかをやられていてで、まあ、もしかはそこまでいかなくても、まあ、将来子供にはそういう風になってほしいなっていう風に思って、まあ、子供にやらせますと。でかなり厳しくやりますと。 結構おばありの先生とかおっしゃるんですけど子供にやっぱ自主的に練習させるっていうのはかなり無理がありますとまあ私自身とかまあ皆さんの子供時代を思ってみてもわかると思うんですけど子供って3歳4歳の子供ですよ30分椅子に座らせておくのが本当に大変だと思うんですよね私まあ私結構子供の頃は記憶あるんですけど45歳ぐらい 時ってやっぱ座っっってられなかったんですよねやっぱ男の子っていうのもありますけどじっとしてるのやっぱきついんですよね。電車とか乗っててもあのお利口さんにパッてこう椅子に座って騒がない子供でってまあいないじゃないですか。まあちょっと大きな声出しちゃったりとか甘えたりとかするもんじゃないですか子供って。っていうのがあるので本人の意思でどうこうって問題ではなくてまあ、家に練習するための場所があってその練習をある程度強制させてくれるお父さんかお母さんが。 なりがいてでそういった先生についているとっていう環境がまずないとダメですと、まあ、そっからちょっと細かく言っていくとなくなっちゃうんで割愛しますけどそういった、まあ、練習せざるを得ない環境がずっと続け続くとで結果的にそのうう、ね、んだろうなそのその子が一時的にすごい努力をしたかっていうとそういうもんではないと思ってるんですよね。なんだろうそれで言えばあの 18歳とかまあ自分で物心ちゃんとついて意思決定能力がついた瞬間によしじゃあ今から私はプロバイオリストになろう頑張ろうって言って1年間めちゃくちゃ努力してオンラインに合格しましたっていないですよねそんな人はそれはやっぱ無理なんですって考えるとやっぱりこう上達できるっていう習慣をまず確立してそれが崩れないようにするそれもとにかく続けるということでえー、そうだな まあそれこそ10年とかそういった期間それを継続してあ10年経ったらやっぱり上手くなりましたねこれが正解だって私は思ってるんですねまあその今すでに上手い人たちの例を見てみるとまあそういった共通点があるなと思っておりますでですよえー、私はねまあもう子供ではないので人にどうこうしてもらうってもんではまないですとなので自分で練習できる環境をまあ作るとで今は でできてはいるんですよね練習でできる環境が今月頑張って110時間練習するとするじゃないですかで1ヶ月110時間練習できるとて1 34時間はまあ練習してると34時間で足りないか3時間半から4時間かくらいは練習してるんで今現在も練習するっていう環境自体は整っているとであとはこれを続けるというところなんですね続けるというかもう続けざるを得ないというか失敗しないというかそういった状況を作らなくちゃいけないっていうフェーズに今来てますで、えー、何が必要か いろんないろんなもの必要ですよ。いろんなも必要なんですけど、やっぱり健康、<laughs> これですね、<laughs> すごい当たり前のところに着手しましたけど、やっぱりね、病気しちゃうと駄目なんですよねで。私も今現在の健康状態は全然悪くはないです。あの結構私自身、何て言うんだろう自負しているというか、自信があることは、風邪ひかないんですよね、私。私、最後に風邪ひいたの、もういつか覚えてないぐらい風邪ひかないです。風邪で仕事休んだこと、私、社会人になってから人生で1回しかないんですよ。 あの風邪っていうかインンフルエンザになりましたあのまだ先生やってた頃ですけどねその時あの忙しすぎてあの予防接種に行く時間がなかったっていうのと学校ってやっぱりもう人が多いんでインフルエンザ流行っちゃうとどうしてもかかっちゃうんですよねっていうのでインフルエンザになった時だけ1週間仕事休んでそれ以外は私社会人になってから1回も風邪とか体調不良で仕事休んだことがないっていう健康有料児でございますでこれをね何とか続けなくちゃいけないと。 とといいいうことで、ろ、え、ろ、ーまあ、ありますよね。まあ、健康的な食事をするとか定期的に運動をするとかきちんとした睡眠をとるとかストレスケアをしっかりするとかいろいろあるんですけど、えー、結構どれもうまくいかない <laughs> 今のところ私は特に食事食べ過ぎちゃうんですよねあの前もちらっと言ったかもしれないですけど私子供の頃めちゃくちゃ太っててもう肥満児だったんですよもう完全なで大人になるにつれてあの今は標準体型ぐらいなんですけど太りやすいっていうのとすっごい食欲が たままにに暴走しちゃうううっっててていいのはもうだにも治ってなくてこれ今はま,あまだ若いからいいですけど徐々に年取っていくにつれてこれいずれ私の体を蝕んでいくんじゃないかっていうふうにちょっと懸念しているんですね。でまあなんとか今のうちにあの今の大学に練習するっていう習慣をまず作った。でそれを阻むものを今のうちに取り除いておかないといけないと思っております。そこで私が始めたのが先日言っていたヨガですよ。はい <laughs> と 何だろうなその健康を維持するためにいろんな方法があると思いますしできることはたくさんあるんですけどまずたくさんのことをやろうとしたのは私の中では良くない策だと思ってますあのそんなにたくさん結局できないので何、えー、か一つやるっていうところに集中しないといけないとまあたくさん作ると何て言うんだろうな例えばですけど、うん、そうだな運動,運動をしっかりするっていうのと睡眠をしっかりとるっていう二つをやろうってなった時にそれって両方とも時間使うんでなんだろうな 運動するのも正解だし睡眠するのも正解ってなった時にあ今日運動行きたくないなって言った時に運動サボって寝ることが正解になっちゃうんですよねっていう風になんて言うんだろうその二律廃反する目標を立ててしまうとどっちも正解だしどっちも間違いってなっちゃうんで、まあ、複数は一旦やめとこうとで私が選んだのがヨガでしたでなんでヨガにしたかというとまああのシンプルにちょっとこう体の痛みとかその辺を治すっていうかメンテナンスするためのストレッチって意味合いがまあもちろんあるんですけど、えーまあ、何やら ヨガはこうメンタル的にもいいといった研究があるもので、まあ、これはあくまでそういった人もいましたよっていうだけで統計的に見るとまあヨガやることによってなんかこう瞑想に近い効果が得られるっていうふうに言ってる人もいますとで分からない誰にどう当てはまるか分からないからこれは結局やってみるしかないんですけど私はその辺の効果を狙えるんじゃないかっていうの希望をちょっと残してヨガにしました、まあ、ヨガやることによってだろう瞑想したような感じ 今流行りの言葉で言うとあれですマインドフルネスマインドフルネスって今めちゃくちゃ流行ってますよね私そんなに概念理解してないんですけどまあそれか今自分のここに集中するといった気持ちでしょうねでまあ集中力っていうのとあのたまに暴走してしまう食欲とかその辺に何とか効いてくれるんじゃないかなと期待をしていたりしますそれによってまあ体の柔軟性がまあまず1個でまあ食べ過ぎ とかあとリラックスできるんでもしかしたら睡眠にもいい効果があるんじゃないこれはちょっと欲張りかもしれないですけどあるんじゃないかっていう感じでヨガ1個をやることによって複数のこう習慣のそれこそキーストーンハビットになってもらって他の習慣もなんとかこう誘発させてでトータルで健康を手に入れ引いては練習する習慣を継続するそんなことを狙って始めてみました。なんかこう なんて言うんだろうなコスパのいい努力。私、今、好きっちゃ好きなんですよね。あの、あれ、これね、あれです。やりすぎると絶対ダメです。あの、自分にとって都合のいいことばっかり考えると絶対ろくなことがないんで、それはダメなんですけど、まあ、何か一個頑張らなくちゃいけないってなった時に、複数の中から一個を選ぶってなったら、できるだけ自分にとって得が多いものを選ぶ。 という意味でキーストーンハビット一つ意識してみるといいんじゃないかななんて思っていたりしますちなみにヨガは今も続けてまし今後も続けていく予定です何かこう体にいい効果があったらそれもお伝えしていきたいと思うんですが既にですね首の痛みちょっと良くなってるんじゃないかなって疑惑があったりします、えー、続報は交互期待ということで今回は以上でございます最後に何点かお知らせをさせてください、えー、私は普段バイオリンの練習をしてそれを動画に撮って YouTube にアップしておりますそちらの YouTube チャンネルには このスタンド FM の過去分の放送もアーカイブ版として投稿しております。連続再生ですが倍速再生を便利にお使いいただけますので、ぜひそちらもご活用ください。おすすめ1.5倍速です。えー、私の YouTube チャンネルは、えー、私のアカウントトップにある YouTube アイコン、こちらをタップすることで飛ぶことができるようになっております。それから Twitter もやっております。Twitter では日々の練習の記録ですとか、うん こちらのスタンド FM の更新のお知らせ、これを毎晩9時から10時の間に投稿しております。え次回部の投稿を聞き逃さないためにも、ぜひこちらをフォローお願いいたしますえ。ツイッターも私のアカウントトップにあるツイッターアイコン、こちらをタップすることで飛ぶことができるようになっております。それからこちらのスタンド FM には、レターという機能がございますえ。これはラジオ番組にお便りを送るような感覚の機能でございますえ。私に対してのご質問、ご要望、ご意見と何かございましたら、そちらからぜひお寄せください。 レターは今ご覧いただいているページもしくは私のアカウントトップにあるレターを送るっていうピンクのボタンをタップすることで送ることができるようになっております匿名かつアカウントの作成なしで送ることができますのでぜひお気軽にお寄せくださいそれから最後にこちらお願いでございます今お聞きいただいているような音声メディアですが一つ大きな欠点ございまして拡散性が非常に弱いという特徴を持っております今よりほんの少しだけ多くの方に聞いていただきたいなと思っておりますのでぜひ皆様のお力をお貸しください 皆様のお近くのご家族でしたが、お友達の方にこんななりが聞いてみてっていう風にお勧めしていただけますと、すごくすごく嬉しいです。ご協力いただいている方、本当にありがとうございます。それからツイッター上で拡散していただくのも大変助かります。ツイッター上で私に通知が来る形で拡散していただいた場合は、感謝の意,感謝の意味を込めて必ずいいねさせていただいております。ぜひそちらもよろしくお願いいたします。今回は以上でございます。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。